皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間です。本日の講師は楽天証券 FX 事業部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では早速本日のマーケットを見てみたいと思います。今週は円安が過ぎました。現在のドル円は152円の08。 今日の東京マーケット午前なんですが、えー、安値を見ると151円の59銭、151円の仲間まで一旦下がったんですが、今の段階では再び152円台に戻しています。ユーロドルは1.0820、ユーロ円は164円台です、164円の55銭。 そしておう円も5ドル円も100円台に戻して100円の85銭。このようなレベルでクロス円でも円安のマーケットになっています。では、えー、今週ドル円、どうして円安に動いたかということと、現在のドル円のポジション、そして個人投資家の方々のドル円のポジション状況について、えー、見てみたいと思います。 はい、えー。こちらのチャート。これは9月の15日から10月の23日までのドル円のチャートです。こうして一歩離れてみると、ドル円、ちょっときれいな円安を描いているということがわかります。この1ヶ月ですね。で特にここですね。えー、今週、急に、えー、円安が進みました。それまでは、まあ、ここのところがですね、えー、横ばい状態になっているので、少し 円高の方に行くのではないかなというふうにマーケットは予想していて、多くのエコノミストの方々も、年後半は円高だと、円高相場が始まるというふうに言っていたんですが、それを裏切るような形で円安になっています。その理由とすると何があったか。まず第1点は、アメリカの大統領選挙でトランプ候補と トランプ共和党が優勢の予想、来月の初めに大統領選があるんですが、それで今のマーケットの予想では、トランプ大統領が誕生する、トランプ2.0の時代になるという見方が強まっています。そしてトランプ大統領の公約、選挙公約というのが、インフレを減税とかですね。 制裁関税ということで、アメリカのインフレを招くような政策が多いと。そうすると、FRB9 月に利下げしたんですが、来年はもう利下げしない、できないんじゃないかという見方になっていて、アメリカの金利下げ止まるでしょうということが一つドル買い要因になっています。その次にですね、日本の事情があります。日本では自民党が 週末の衆院選挙で苦戦すするだろううといい予想になっていますそうすると、えー、自民党とするとですね、えー、その後、政策的にはですね大胆な政策は起こられないと、むしろ人気取りの政策が、えー、多くなってくるということで、不人気な人気のない利上げというのがですね、ますます日銀、しにくくなってくるんじゃないか。 という考えになって日銀の利上げ時期の後退の予想が出ています。ですのでアメリカの金利は下げ止まるとただし日本も利上げをしないということなので日米の金利差はもしかすると拡大少なくとも、えー、今より縮小することがないということがドル高であり円安この2点がですね同時に進行したことによって大きく 円安にに動いいたととうことになりますではどういうようなドル円のポジションになっているかということを、ちょっとさっきのチャート、1か月のチャートを見ながらですね、見てみたいと思います。ドル円はですね、9月の16日から10月の23日までですね、もうすでに13.61円も円安が進んでいます。まあ、1か月ちょっとですね、13円というのはですね、非常に。 大きななな円安相場とといいうううふうに言えるんではないかなと思うんですがそこでじゃあこのチャートを見てですねどこをメドにすればいいのかということを見るとまず50%ですね146円の39銭この139円の58と153円の19の中間この中間ポイントが一つの中期的なメドになってきます。 今月の初めの段階でこれが上の方にいったんですが、これを見てわかるように、ですねこの中間レベルを超えてからですね急にですね円安が伸びていますので、まあ、ここを下がるとして、ですねこの中間のレベルまで戻るかどうかがブルベアの判断基準としています。もう一つはですね、まあ、146円というのは少し遠いので、その中間149円の79銭、150円割れですね。 この150円割れがなるかどうかというのが、来週は10月末ですけれども、来週の末から大統領選挙の前までのですね、一つのメドになってくる、ドル円のブルベアの判断のメドになってくるんではないかなと思っています。ですから、146円の39銭、149円の79銭よりも上にあるか、それよりも、この レベルを下に抜けるかどうかということでドル円のトレンドが違ってくる一つのポイントというふうに考えてください。ただもうちょっと短期的なものを今日は見てみたいと思います。えー、これは個人投資家の方々のポジションです。これは今日の朝の段階のポジションの状況です。縦玉はですね、オープンポジションは今売りと買い 50%50% 50ということで、現在152円。 ではです、ね、非常ににニュートラルなな、えー、状況になっています注文はやや買いの方が多いんですが、ポジションというふうに、えー、見てみたいと思います。まず注目したいのは、左の、えー、オープンポジション、これは今のですね、えー、持っているポジションですね。これが、まあ、今朝の段階15、151円の80、えー、の水準です。で赤の場これがですね買いを示しています。 で、青が売り。ですから、ネットすると、買いの方が売りよりも多いということなんですね。で、これを見ると、152円の80から151円の80まで、赤のバーの方が長い。つまり、買い持ちのポジションがあると、多いということがわかります。つまり、えーまあ、昨日、 円安153円まで行ったとで,ですね、この151円まで円高に下がったんですが、その段階でですね、おとつきの段階ではですね、この151円、152円台でどんどん買っていったんですが、それが下がったもので、まあ、表現としてはあれですけれども、この高いレベルで捕まってしまったトレーダーが結構いるというのが、この 縦玉のポジションから分からりますではこの人たち、えー、まあロングで今捕まっているというかですねロングの状態なんですけれどもどのレベルで注文を置いているかこれ朝の段階なんですが152円はまあまあありましたそれで今は152円超えてますから一旦このロング151円の80151円の90で作ってた人の一部はああ良かったということで少しポジションを整理したんではないかと思います。 ただ大きいのは152円の80ですね。152円の80。つまり、昨日、一昨日いですね。一といのレベルの高値の水準で売りオーダーを出しているトレーダーの方が多いということが、この注文状況から見えてきます。まあ、とりあえずまあ15、153、154というのもあるんでしょうけれども、昨日の高値まで戻る。戻ったら、一旦、 買い持ちのポジションを整理しようとリーグオーということがここの注文状況から見えてきますとということでですね、まあこれを見ると、さっきのチャートでは少し中期だったんですけども、短期的にはですね、これを見ると152円。この水準よりも上だった場合にはですね、売りオーダーが多いので、買いもあるということなので、まだこの買いのポジションを手締まっていないということは、まだ 円安のチャンスがあるというふうに見ている方が多いということですから、152円ですね、152円よりも上にドル円が動くというふうに予想していると、ただ、それより下になってくると、このオーダー状況なんですけども、ずっとここのところは買い状況が多いんですが、151円ぐらいにはですね、ちょっと売り注文の方が多くなってきてるんですね。 これは何を意味するかというと、まあ、基本的にはまだドル円上昇余地あるけれども、151円を割れる、150円台に入った場合には、短期的には戦略の見直し、一旦ロングを手締まった方がいいと考えているトレーダーの方もいるということですね。つまりまとめると、ドル円が151円を割らない限りは、基本的にロング、153円までのチャンスを狙うと。 というのが個人投資家の方々の考え、これがドル円の価格分布から見えてくるということです。ということで、中期のレベルを確認して、基本的にはまだドル円、週末から来週の初めにかけて、ロングのチャンスがあるというふうに見ているトレーダーの方が多いということですね。ただ、来週は日銀会合、そして雇用統計、それが終わると、 アメリカの大統領選、そして FOMC がありますから、非常に大きいイベントが、のその結果によってドル円の方向もですね、円安になるのか円高になるかっていうのも決まってくるかと思いますので、そこのところは注意していきたいなというふうに思います。ということで、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いします。さようなら。